えー、それででは時間になりまましたので始めます、えー、と震災から10年、東京電力福島第一原子力発電所では1日平均約140トンの汚染水が発生しています。事故で溶け落ちた核燃料に触れた汚染水を多角種除去設備アルプスで処理した水が構内のタンクに溜まり続けています、えーと。この水の中にはトリチウムが入っていることはご承知のことと思います。えー、と東電によりますと2023年の春にはタンクがいっぱいになるということで、 今年4月に政府が海洋放出する方針を決定しましたで先ほど東電は具体的な放出方法を示し政府は風評被害対策の考え方を示しました、まあ、これから福島の漁業・観光業への影響が懸念されるわけですけれども今日は原子力災害とそれによる風評被害について東京大学大学院情報学館属総合防災情報研究センターの関谷直也准教授にお話を伺います 杉谷さんは災害情報論、社会心理学が専門で、福島第一原発事故後の風評被害のメカニズムの研究に取り組んでこられ、処理水の取り扱いに関する経済産業省の委員も務められました。この10年の福島の風評被害についての考察を中心に、原子力災害がどのような風評被害に応意できたのか、それはどのようなメカニズムによるものなのか、そして海洋放出による風評被害を防ぐためには何をすべきなのかといったことについてお話を伺えると思います。 司会は日本記者クラブ企画委員で朝日新聞の黒沢大陸が担当します。この後関谷さんに60分間ほどお話を伺った後、記者からの質問にお答えします。日本記者クラブでは感染症対策のため会場の記者席を制限しており、ズームを使ったオンライン配信とのハイブリッドで開催しております。質問は会場オンラインの双方から受け付けます。会場の方は挙手をお願いします。 えー、オンラインの方は質問方法を2つの方法で受け付けています。ご自身の声で直接質問をなされたい方は、えー、画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。こちらですから示します。テキストへのご質問は Q&A コーナーから受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入し送っていてください。えー、Q&A からの質問は今から受け付けます。それでは関谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 東京大学の関谷と申しますこれまず画面共有をすればよろしいでしょうかはいはい はい。はい。えっと、それでは始めさせていただきたいというふうに思います。えっと、今日は原子力災害と風評被害というふうなテーマで、お話をさせていただきたいというふうに思います。 私は社会心理学というものを専門にしております災害時の情報伝達この災害というのは私は自然災害また原子力災害人災害さまざまなものを研究をしておりますでそれらが人と人とのコミュニケーションでありまたあの社会におけるコミュニケーションマスコミュニケーションを通じてどういうふうな社会現象を生み出すかそういったところに関心を持って研究をしております えっと、福島第一原子力発電所のこの震災からあの10年が経過しましたけれども、まあ、この10年ちょうど3月11日があのパンデミック WHO のパンデミック宣言から1年というふうなことであまりあの取り上げられることもなく世界的にはあの情報発信がうまくすることができませんでした。ななののののででそういういい状態の中でここ風評が払拭されることのないまま 11年目に向かかっているっていいるととうののが今の現状かと思いますあの私はあのちょうど2番にできた東日本大震災原子力災害現象館の上級研究員も行っておりますしまたあの先ほどご紹介ありましたように経済産業省の多角種除去設備等処理水の取り扱いに関する省委員会の委員なども拝命しておりますあとあの今日はあまりお話ししませんけれども あの東京電力福島第一原子福島原子力発電所事故調査検証委員会あの政府事故調の方でも検証活動をしておりましたし、私新潟出身なもので柏崎刈羽の原子力発電所のあの避難方法に関する検証委員会の委員長もさせていただいております。あのお手元の資料の方で、あの私がどういうふうな研究や活動をしているのかっていうのは見ていただければと思いますけれども、あの原子力災害原子力だけではなくて あくまで災害、人々の心理、そういった研究の一環として、あのこの自然災害、原子力災害の研究をしております。今日お話しするのはあの、この風評の話、またその社会的影響の話が中心ですけれどもあの、避難の話の研究も行っております。あの私、風評被害の,あの発表をするときに必ず言うようにしてるんですけれども、風評被害の,あの研究というのは、 原子力災害が問題なく安全もうすでに安全になっているっていうふうなことを言いたいわけではなくてあくまでこれは原子力災害の一つの,あの被害の一側面なわけですでただこれは時間によって変化してきます放射性物質が飛散しある程度時間が経ってくればその被害が大きかった場所と小さかった場所が見えてきますまた各種がどれぐらいの ある程度時間が経ってくればあの食べても問題ない食品が普通に取れるようになっていることまたそういった安全性の問題について確認が取れてていいくことっていう状況もできてきますその中でもやっぱり多くの人々は不安がありそこの土地の食品を忌避しまたそこの土地に訪れることを嫌がる人も継続して出てくるわけです。そういったものもの あくまでやっぱり経済被害社会的な被害の一つですのでこれを風評被害として研究をしているっていうふうなことになりますさまざまな研究ありますけど今日はそこの点に焦点を絞って行いあの発表をさせていただきたいというふうに思います、えっと、まずこの風評被害というと噂と同じなんじゃないかというふうなあの言い方される方が多いんですけれども噂というのはどちらかっていうとあの 災害とか感染症があった時にあの例えばコロナは26度から27度の,あの水お湯を飲めば死ぬとかあの塩水でうがいすれば予防できるとか根拠が確かでないまた社会的に影響を持つようなもののことを流言というふうに言います最近ですとあの例えばワクチンを打つと不妊になるとかそういったものもあの流言の一種です。 あと、有名な噂としては都市伝説っていう風なものもあります。えっと、このコロナ禍ではアマビエっていうものが有名になりましたけれども、災害の後、また戦争の終わりぐらいになると、苦難という妖怪があの、現れます。要は疫病や飢饉、戦争が終わってほしいっていうことの願いを込めて、あの、苦難が現れて、この戦争や。 この基金は終わるというふうに言ったとっいうふうな流言が広まるあの、ポジネズが広まるわけですけれども、こういったものも噂の一種です。こういった多くの人が共通して不安であったり、同じ願いであったり、そういうふうな思い、同じ社会心理を抱えるときに噂というのができてきます。あの3つ目、ゴシップというふうなものも噂の一種です。要はたわいもない話、どうでもいいような話、これも噂の一種です。 あの人間のコミュニケーションのうち大体3分の2ぐらいはどうでもいいたわいもない話でありあのこれらのことをゴシップというふうに言いますでこれが芸能人とか政治家になると多くの人が知るゴシップになるわけですこれを我々がゴシップというふうに認識しているだけで一般的にはまあそ,そこら辺のたわいもない話のことをゴシップというふうに言います、えっと、デマというのは相手を貶めるためにわざと意図的に持って あの発すする噂のことです永田町とか兜町とかで出回るデマつまり何かを貶としめようとして行う噂のことをデマというふうに言います。また似たようなものとしてはあの差別スティグマのことを風評っていうふうな言い方をすることもありますしまたパニックバイは去年2020年の3月4月にあったトイレットペーパーパニックみたいな状況のことを あの噂が原因となってこういうふうな問題が起こるっていうこともありますけれどもあの、まあ、ここら辺のは風評被害ととととは違ううう現象といいううに言うことができるかと思いますあの例えば分かりやすい例で言うと JCO の臨界事故、まあ、昨日9月30日でもう22年経過しましたけれどもこの JCO の臨界事故の時に私大学院生で初めて研究したのが JCO の臨界事故になります。 当然風評被害というのが問題になっているんですから噂が問題であろうと思って当時茨城県東海村を訪れていろいろヒアリング調査をして回ったんですけれども結局噂っていうのは旅行の時に嫌がらせを受けた浴衣を持って帰れと言われた温泉に入るなと言われた土産物に触るなと言われたという人がいたっていうふな旅行の時の嫌がらせの噂話と あと婚約を破棄された人がいるこれ,これはもう遺伝のことを考えてたと思うんですけれどもこの2つがメインの噂でしたただこの JCO の臨海事故の時の風評被害っていうのは納豆とかあんこうとか東海村の名産であるさつまいもが売れないっていう要は農林水産物の被害がメインなわけですつまりこれ 噂と風評被害っていうのを典型的に表れるところなんですけれども噂は関心の強い不安を感じる人の間で流れますですのでコロナだと多くの人が不安になっているのでコロナは全国的に流言として噂として広がっていきます。 ただ、風評被害というのはどちらかというと関心が低い人、危険視する人によって引き起こされる現象です。つまり、噂は関係者の間で流れるもので、風評被害というのはどちらかというと関係ない人によって引き起こされるような現象のことを風評被害というふうに言います。どちらかというとメディアや情報を原因としてあの発生する現象で、どちらかというと、噂と風評被害というのは 区別して考えるべきではないかっていうのが最初に1999年に私が研究を始めた時に考えたところです。 そうすると風評、風評被害っていうふうな言葉が使われる事例っていうのは結構限られて使われているんだっていうふうなことが分かりました。でこれはあの私が風評被害という本を2011年に出したんですけれども、まあ、そこで書いた定義です。あのこれは2003年ぐらいから JCO の臨界事項を踏まえてあのまとめたものなんですけれども安全が関わる社会問題が報道され 本来安全とされる食品、商品、土地企業などを人々が危険視して消費や観光をやめることによって引き起こされる経済被害、これのことを風評被害というふうにもともと言っていました。今はさまざまなあの人が、まあ、言葉ですので揺らいでいくものです。 いじめや差別も風評被害だっていうふうな人がいますし。ネット上で広まるような流言も踏まえて風評被害っていうふうに言ってる人さまざまいますけれども。もともとはこういうふうな使われ方をしてたというふうなことになります。一番古くこの風評被害と似たような事例というか、ほぼ類似の事例として遡ると。1954年の第五福竜丸被爆事件にまで引きの。あ 五丸被爆事件まで遡ることができますあの,このビキニ水爆被爆事件これあの広島長崎に次ぐ第3の被爆というふうに言われた事件でしてさらされるの方ではなくって爆発の爆の被爆の方を使わせていただいていますこういうふうな表記の方が正しいんだろうというふうに思います。1954年に あのマーシャル諸島で水爆実験が行われその後にあのマグロ漁船のそこの近海で操業していたマグロ漁船第5福龍丸が八重洲の漁港に帰ってきますでそれが読売新聞のスクープで被爆症状を示しているあの漁船の乗組員がいるというふうなことで 大々的にニュースになっっていったものですその後日本各地で放射性降下物が確認されたりあの大型魚ですねマグロやメカジキとかあとある程度時間が経ってくると雨とか野菜とかからも放射性物質が検出されるようになります、まあ、当時は放射性物質とは言わず死の灰というふうな言い方をしたものですでこれがある意味ビキニマグロという風評というふうな言い方であの国会で初めて議論された風評というふうな言い方になります これはアメリカから当時賠償,賠償というか見舞金があの提供与されてあの風評被害として国家予算その,あの見舞金を原資にして値下がり分やマグロの廃棄っていうものを、まあ、事実上賠償しておりますで。要は風評被害っていうのが初めてあの問題になったのがこの原子力に関わる第五福竜丸被爆事件になります。 はい、あの次にあの原子力船6つというあの昔原子力というのは夢のエネルギーとされていましたその夢のエネルギーは医療用の利用電力の利用あともう一つが動力用の利用でしたでただあの海外では原子力潜水艦や原子力空母などある意味事故のリスクがあるので軍事利用においては利用されていますけれども あの、それ以外では利用されていません。で、日本では、あの、民間の、あの、動力として、あの、戦場、海洋動力として、あの、原子力船を、あの、開発しようとしていました。あの、原子力の開発初期、あの、戦後直後においては、原子力飛行機、原子力機関車。 あの原子力自動車さまざまなものが開発可能なんではないかというふうにあの議論はされていたんですけれども結果的には事故を起こす可能性があるので海上動力としてなら可能なんではないかというのがあの世界的な推薦になっていったというものになります。その中で日本も動力開発に遅れを取らないためにあの原子力線つというものを開発していました。でこの年に、うん 初めて原子力専務通の出力実験を行ったところあの放射線をあの露出する事故を起こしてしまったでこの時にあのこの写真になりますけれども青森県の漁民の反対を受けながら出港をしたので戻ってこれなくなって結果的にはあの長崎県に開港して修理をして青森県に戻ってくるっていうふうな経緯をたどります。 この時にホタテなどを中心として約100億円の被害が出たというふうに言われています。この六つの開港の際にあの民事協定としての申し入れがなされています。で、結果として漁獲安定基金というあのものができるんですけれども、この時に書かれている文言に風評というのがやはりあります。あの下のスライドの下の文章になりますけれども、 むつの大港を受け入れに返し、漁業際し、漁業者の間に不安があるので風評による漁獲に備えた漁獲安定対策の充実及び漁業振興対策に格別の配慮を賜りたいと先ほどの第五福竜丸被爆事件もそうですしあの原子力船むつもそうですけれどもこの放射能の問題と漁業の問題っていうのは常にずっと問題になってきたあのこの 処理水の問題に限らず、昔から問題になってきたものになります。で、ポイントは、たとえあの事故を起こさなかった、たとえ放射性物質が出なかったとしても、魚化は低落したら経済的な被害が受ける。これを風評というふうな言い方をしてたっていうのは、この頃からあの使われています。1981年、鶴ヶ原子力発電所 事故隠しという言い方もしますけれども美容のコバルト60があのこの原子力発電所の脇の側溝でそこから検出されるっていう風な事件が起きましたでこの時にあの鶴ヶ産の魚であったりとか金沢の魚っていうのは売れなくなったっていうのが記録として残っていますこの時に日本原子力発電株式会社は あの鶴ヶの漁業者水産業者に1億9000万円余りの賠償を払っていますでこの賠償というのは民事賠償です原子力損害賠償法を使わずにあ,のあくまで民事賠償として払っていますこれなぜかというとあのこの当時の認識としては事故を起こしていない放射性物質が漏出していない限りは原子力損害賠償法は使えないというふうな ことが言われてたので原子力損害賠償法ではなくてあの民事賠償として自分たちが支払ったとっいうふうなものになります。で、この時に裁判で金沢の魚までは被害が認められてないっていう風な判決が出ています。で、これをいわゆる風評事件、風評の裁判としてさまざまな法律雑誌に取り上げられている有名な事例になっています。えっと、このののの原発事故の訴訟のあの 判断っていうのがその後の JCO の臨海事故や今の福島第一原子力発電所事故の賠償のあの考え方の基礎になっています。相当因果関係のあるものは賠償されるけれども、相当因果関係のないもの、ある程度離れていたり距離が離れていたり関係なかったりするものの賠償まではできないっていうあの相当因果関係説っていうところの元になっているものがこれになります。 原子力損害賠償法の第2条2項にこういうふうに書いてあります。核燃料物質の核、原子核分裂の過程の作用、または核燃料物質との放射線の作用、もしくは核燃料物質によって汚染されたもの,の、毒性的作用。すなわち、セシウムやプルトニウム、そういった原子核分裂の過程の作用、つまり核燃料物質そのものであったりとか、空間線量であったりとか、 その,あの放射性物質によって汚染されたものの毒性作用ですから食品とか農産物とかそういったものが汚染された場合には賠償するというのが原子力損害賠償法ですつまり放射性によらない食品・商品の損害は原子力損害賠償法では保証されないっていうふうなことが陸奥の,の原子力事故以降問題になってきてそれが敦賀原子力発電所事故でもやはり問題になったと。 あの当時、日本のあ自民党の原子力船を考える会というのが日本にあったんですけれども、そこであのこういうふうなあの説明があの原子力船事業団の理事からなされています。原子力で損害を与えれば原子力損害賠償法がございまして、これによって救済できますが、事実無根の風雪で漁獲が下がったときに救済する方法はございませんと。つまり、原子力損害賠償法で保障されないものも、 ちゃんとした被害がある以上はきちんと保証すべきだここがある意味実際の損害と区別して風評による損害っていうものも原子力による損害だからきちんと保証しろこれがもともとの風評被害の意味であるってことがはっきりしてきます1980年代後半になってくるとあの原子力発電所を立地するときに協定が結ばれますけどそこに風評被害の文言っていうのが入ってきますここにはもう明確に書かれてます 生産者、加工業者、卸売業者、小売業者、旅館業者などに対し、農林水産物の価格低下、その他経済的損失を与えたときは、保障など最善の措置を講ずるものとすると。つまり、事実上の損害とそうでないものを分けて、農林水産物の価格低下や、その観光業の被害のことを、ある意味風評被害として、きちんとそれらも、 原子力損害賠償法で賠償されなくても被害なんだから保証してくださいっていうのが元々の意味だったっていうふうなことがわかります。つまり風評被害の元々の意味っていうのは原子力に関連した農業漁業観光の経済的被害です。1999年の JCO の臨海事故以前においては放射性物質や放射線が外部に大量に流出するっていうふうなことはありませんでしたし。 原子力はある程、原子力発電というのは事故を起こさないものというふうな前提で進められてきたところがあります。ただ、事故を起こさなかったとしても、様々なトラブルがあったり、放射性物質や放射線が漏出しなかったとしても、多くの人が不安になれば経済的な損失が発生するので、きちんとそれも被害として賠償してください。これがもともとの風評被害の意味であったという,ふうになることが言えます。つまり平たく言えば 放射性物質による汚染がないのに悪評で商品が売れなくなる被害。これをあの東日本大震災の前、JCO の臨海事故の前は風評被害というふうに言っています。もちろん福島第一原子力発電所事故以降は状況が違います。確認あの放射性物質がによる汚染があるので、福島第一原子力発電所事故以降は違うんですけど、事故以前は少なくとも 安全であって風評に過ぎない経済的な被害を指していたとつまり噂はもともと関係ないし問題にされてなかったってことが分かります東京電力福島第一原子力発電所事故はあのレベル7のイネス基準のレベル7の,あのチェルノブイリの原子力発電所事故に次ぐ規模の原子力事故原子力災害です大量に放射性物質が漏出しました である程度あの時間が経ってからはセシウム134137が中心でチェルノブイリ規模ではないということは分かってきましたけれども直後は分かりませんでしたでこの直後分からなかったので農産物については暫定規制値というものを設定してあの一般食品500ベクレルで乳製品等200ベクレル以下のものは流通させていいっていうふうな基準を作りましたで1年後の 2012年4月1日にはこれを今の,あの基準値100ベクレル50ベクレルっていうふうな基準にあの切り下げましたこれは途中いろいろな議論があったところでありますけれどもあの今日はそこの部分は割愛させていただきますがあの当時あの放射線主義がいろんなところで議論があって切り下げられたものになりますで当時2011年は500ベクレル で今,は今はというか、2012年以降は100、これ以下,のベクレル以下のものを、いわゆる行政が言う風評被害というふうに呼んでます。これは原子力損害賠償によって、今、賠償にされている第三次指針の中でも、いわゆる風評被害というふうな言い方がなされています。つまり、風評被害っていうのは、人によって定義の仕方が異なるわけです。 安全であるにもかかわらず経済的な被害が発生するもの。行政はある意味、まあ、国は100ベクレルというのを基準として定めました。2011年の間は500ですが、2012年以降は100というふうな基準を定めました。で、これ以下は安全であるから流通させて構わないというふうに言ってるわけです。つまり、この行政のいう風評被害、いわゆる風評被害は放射性物質がたとえ検出されていたとしても100ベクレル以下であれば、 あの安全であるというふうに判断されるわけですここを行政の言ういわゆる風評被害としてここで生じる経済被害を賠償対象としましたでここからいわゆる風評被害というのもきちんと賠償対象になります全市場臨海事故のときはたい 160, 160億円の被害が出てうち140億円があの風評による損害だとうう言われていますけれどもその140億円分というのは まあ実際はその基準というのはほとんどなかったわけです。JCO の,の臨海事故のときは放射線が漏出しただけで放射性物質が漏洩したわけではありませんでしたに放射性物質が漏出したわけではありませんでした。気ガスとかそういったものがメインでしたので農作物や魚介類から放射性物質が検出されるあのバックグラウンド以上の,あの放射性物質が検出されるということはありません。 なかったわけですですので、基本的にそういった何百レル以上か以下かっていうのはほとんど問題にならなかったんですけれども、福島第一原子力発電所事故においては、放射性物質が飛散をしたので、農作物や魚介類からある程度放射性物質が検出されるという,うな状況を前提に、この風評被害を考えなければいけなかった。で、その段階で今まで過去に言っていた風評被害っていうのは、まあ、バックグラウンドレベルというか、まあ、実際には放射性物質が出てない段階。 において、あのこのひ一番左側の風評被害1って書いてあるものですけれども、もともとは安全であって放射性物質の飛散がないにもかかわらず生じる風経済的な被害のことをもともとは風評被害というふうに言っていましたけれども、東日本大震災の後は、この青い部分ですね、ある意味行政のいう風評被害、ここが一番問題になった風評被害になります。つまり 人にとっては、ここはもう放射性物質が飛散してて、放射性物質が検出されてるんだから、実害だっていうふうな言い方をします。けど、行政や科学者としては、これ以下だったら問題ないっていう基準値を定めているので、これ以下は問題ありません。安全であるっていうふうな言い方をしています。つまり、行政にとっては風評被害だけれども、被害を受けた住民や農家にとっては風評被害ではない。つまり、人によって風評被害かどうかっていうふうな価値判断が分かれるっていうふうな状態になります。 けどよくよく考えてみると安全を前提に経済的な被害が発生するものっていうのはお互いに風評被害っていうふうに認識されてるわけですつまり人によって何が違うかっていうと安全の価値観というか安全の基準値が人によって異なっていたってことです行政は100を基準にしてたんでそれ以下だったら安全だっていうふうな言い方になります ゼロもしくは ND じゃなければあの安全でないっていうふうに考える人にとってはそれ以上のものは安全でないもしくはその実際に放射性物質に漏線実損害があるんだからそれは風評ではないっていうふうな言い方になりますつまり両者とも安全を前提に経済的な被害を発生するものっていうのを風評風評被害っていうふうに言っているっていうふうなことになります 人によってそこの安全っていうふうな価値基準が違うからこの風評についての考え方が分かれてるっていうふうに言うことができようかと思いますこの風評被害の原因は安全と情報と流通この3つがポイントです第5福竜丸被爆事件以降こういった似たような事例が確認されるというふうに言いましたけれども第5福竜丸被爆事件は読売新聞のスクープから報道されていった サンフランシスコ講和条約のプレス行動が解除されて以降の,あの社会状況になってからあの起こった事例ですのである程度大々的な報道が自由な報道が行われるっていうのがこの風評被害の前提になりますなのでインターネットとかそう,う今の今のネットの状況っていうのはもちろんあるんですけれどもあの大前提としてはマスメディア報道 ネットの情報そういった媒体を問わず情報が多く氾濫しているというのが1個ポイントになりますですので情報が制限されている国ではなかなかこういった現象は起こりにくいというふうなことになりますあともう2つ大前提としては流通がある程度代替品を求めることができるというのがポイントです例えば日本ですと翌日に北海道で 取れた農産物や海産物を東京で消費することができます。つまり言い方を変えれば、あのある産地のものを外したとしても他の産地のものを持ってくることができるっていうふうなことになります。つまり流通っていうのも一個大きなポイントです。代替性があるってことがポイントです。例えば鳥インフルエンザが一番最初に問題になったのはインドネシアですけれども、インドネシアで食べるあの肉っていうのは。 あのイスラム国なんで豚肉食べませんし牛肉はあんまり食べないんですね冷蔵あのコールドチェーンがあまり発達してないので基本的には鶏肉を生きたまま連れてってそこでさばくっていうふうなあの食あのタンパク源の使い方取り方になりますですので鳥インフルエンザが起こったとしても鶏肉食べないっていう選択肢がないわけですですので代替品がない以上はあの風評被害は発生しにくいっていうふうなことになります BSE が日本で問題になったときに牛肉を食べなかったときに皆さんどうされたかっていうと豚肉、か鶏肉を食べた豚インフルエンザが問題になったときはどうしたかっていうと一時的に豚の消費は落ちましたけれども牛や鳥の消費は上がったわけです。つまりこの代替性があるというのも1個ポイントになります。なので福島で今問題になり続けているものがあの牛肉。 肉とあとお米になるわけですけれども肉とお米っていうのは、まあ、全国どこでもとれるので代替性が強い食品になります。であの例えば福島県ですときゅうりとかあときゅうり、えっと、桃梨かきそういったあの福島県の ならではの食材っていうのは2012年13年ぐらいからあの回復が始まっていますけれどもいまだ大きく他の産地と価格差がついて経済的被害がずっと継続して続いているのは米と牛肉になっているっていうのはこの流通代替性があるかどうかっていうのも大きなポイントになります安全性に関してはまあ言う必要もないかと思いますでこの 風評のの問題っっっててては様々な状況によって変わってきます事故直後は多くのメディアや多くの人は関心を持って報道することによって広まっていった問題ですけれどもある程度時間が経ってくると事故への無理解とかあとそれを報じる方々の無理解っていうのも一個大きなポイントになってきます。例えばこのの福島の 原子力災害放射線災害の知識や理解の欠如また特にあの福島民放民有やまた福島県内のテレビ局以外の方々の場合には結構移動がたくさんあるのでやっぱりこういったその福島ならではのハイコンテキストな文化っていうのはなかなか分かりにくいっていうのがあろうかと思います先ほどの,あのちょっと戻しますけれども例えば一番典型例で言うと 福島県内だと放射性物質出た出ないっていうのは今だと ND を基準にしていってますなのであのキノコとかあとキノコ類とかイノシシとかの場合は出るんだよねっていうふうに言ったら ND 以上を基準にしたし100以上のことを指している決して100以上だけのことを指しているわけではありませんですので例えばお米に関してもあの農産物に関しても出た出ないっていうのを基準になっているのはある意味 ND が基準です けれども多分2012年の段階であまりその情報の上書きがされてない方にとっては100を基準に要は政府の,あの基準を基準考えられている方が多くってあのその安全に関する出た出ない放射性物質が出た出ないというふうな基準が若干県内と県外で言い方として違うというふうな言い方もあります。またあとハイコンテキスト文化の一つの例としては 先ほどから私たちの癖で言ってしまってんですけど、100とか500っていうふうな言い方をします。100とか500って言ったら、ベクレルってことを省略しても、ある意味、福島県内では通じます。今0.1でだいぶ下がってきたよね、いやもう0.1切るぐらいだよねって言ったら、空間線量のことが指します。0.1マイクロシーベルトのこのマイクロシーベルトっていうふうな単位が抜けます。こののの単位が抜けるっていうのはあの よくハイコンテキストな文化の典型でもうその人たちの中で分かっている会話である以上はそこの分かっている部分を省略するっていうのはよくある話でそれが放射性物質の量の単位線量の単位の省略っていうところに表れてきたりするわけですでそういったハイコンテキストな文化を理解できるかどうかっていうのはやっぱり時間が経ってくると外部の人にとっては難しくなってくるっていうのもあります またあのよくこれは災害さまざまな災害で言われていることですけれども全国のメディアはやっぱり問題提起をしたいけれどもやっぱり地元のメディアとしては復興を伝えたいというふうな違いも出てきます。で たまにありますけれども、やっぱり社会問題として掘り起こさなければいけないジャーナリズムとしての使命としてさまざまな問題を取り上げていくというのは、やはり悪いイメージの報道を伝えてしまう、悪いイメージの結果として、その福島第一原子力発電所の近くが復興していないとか、あのまた処理水の問題があの悪影響を与える可能性があるというふうな、ある意味悪いイメージの報道として伝わってしまいやすいというところもあります。また受けのの問題として関心の低下 また今ですと、まあ、コロナのことについてみんな関心を持っていますし、まあ、少し前ですとコロナ以外のことでもさまざまな自然災害が発生していますつまりいつまでも福島県内の放射性物質の災放射線災害のことだけを考えている人だけではなくなってきたというのもある意味受けての課題としてもあるわけですこういった諸々の事情からあの関心の低下というのが起こってきているというのがあります 例えば、これは、えー、と去年の,あのに、えーと、これは2020年の2月1日ですね。あの、まあ、今年海洋放出決まったわけですけれども、2020年の2月1日に、あの私も所属していた政府小委員会が、あの処理水の報告書を出しました。あのその時に当然民法民有は 一面トップで取り上げますけどちょうどこの時はあの WHO の緊急事態宣言の渡航宣言の勧告見送りですとか例えば読売新聞ですと英国の EU 離脱の方を取り上げています。つまりある意味こう福島原発事故の問題や処理水の問題がもう県内のニュースにあのローカルニュースとしての特性を持ってくるようになってしまったっていうのがこの 2020年前後からの減少になりますこれはもちろんあの、まあ、コロナ禍でありやむをえないっていうふうなところもあるにはあるんですけれどもあの、まあ、読みこの読売新聞の事例を捉えれば必ずしもコロナだけが理由ではなくってやっぱ相対的に福島原発事故への関心っていうのがメディアからの関心っていうのが下がってきてるっていうのは言わざるを得ないのかなというふうには思います。えっと 先ほど流通の話をしましたけれどもこれも少し説明させていただきます。あの今福島県内の米とかあの牛の値段というのは戻ってきてるんじゃないかというふうな批判をされる方も逆にいらっしゃるんですけれどもあの見ていただくと分かるようにあの震災以降この米とか牛肉の価格の値段というのは全体的な物量で決まってくるものでして価格というのは全国の平均値とスライドさせて 福島県内の,その和牛とかお米の値段というのも変わってきます。その中でずっと確認していただきたいのは全国平均と比べて価格差があるというふうなことです。つまり市場順位が低くって他のものと他の県の商品と比べた場合に相対的にあのブランドが既存されていてなかなか流通に出回りにくいというふうなことがあります。例えば分かりやすく言うとあの福島県以外では 福島2011年前は関東のスーパーですと福島県産のコシヒカリっていうのは愛知産のコシヒカリとか置いてあったんですけれども今はほとんど置いてありませんでそこのところにちょうど2012年に、えっと、北海道産のゆめピリカとあの秋田ああすません、えっと、山形県産のつや姫ですねそれが入ってまたその後にあとのにこの,この10年間で あのミルキークイーンとかさまざまな商品がたくさん開発されてきてあの昔はその10年前っていうのは、まあ、コシヒカリササニシキとかが有名だったんですけれどもそれ以外さまざまなそれぞれの県でのブランド米っていうのが出てくるようになりましたその中で相対的に地位が低下してきたでかつ難しいのは安全で価格帯が安くて あの福島県内のお米っていうのはそれなりに流通量が昔から確保されています2010年の段階であの全国の市場順位としてはだいたい4位の生産量を持っていたんですねだそれなりのロットを出せる分量がありましたなのでこの福島県産のお米っていうのがどちらかっていうと業務用米に回ってしまってで価格が安くておいしくてであ,のある程度 放射性物質の検査もしてるのは安全が確認されているっていうふうなある意味業務用米として使いやすいお米としての地位を持つようになってしまったっていうのがこの10年間での変化になるわけです。でこれは必ずしもいいわけではなくってあの普通にあのスーパーで売られてないわけですからブランドが既存してるっていう言い方はできるのではないかなというふうには思います。 事故直後っていうのはあの多くの人が不安だったわけですけれども直後からはその流通業者の人たちにあの特定の消費者の人たちからクレームがいくっていうふうな状況になってきますで今はもうほとんどそういったクレームもないしあまりないですしたまにネットでニュースになるぐらいのもんでそんなに取り上げられることもないんですけれどもけど流通業者の方々にはまた関係者の間にはその風評の記憶というか が残っていていなかなか全面的に元通りに震災前の2010年ぐら,いの前の段ぐらいの段階までの福島県産の流通を再開させるまでには至ってないというのが今の現状になります。 あの私社会心理学というふうに説明しましたけれどもあの例年アンケ毎年アンケート調査で実証的にこの状況を検証していますあの消費者庁でもアンケート調査を行っているんですけれどもこれとは別に私の方では独自にアンケート調査を繰り返しています。ははっきりしているのは 震災直後と比べて今はその不安感も大きく減っているっていうふうなことになります。このスライドを見ていただければと思いますけれども、2013年の段階で3割ぐらいの強硬な拒否層がいたんですけれども、福島県内も福島県外も大きくそれは下がってきています。今1割を福島県内では1割を割るようになってきています。でもうすごいあの皆さんに注目していただきたいポイントは福島県民の方が あの不安感の下がりが大きい、もう不安に思っている人は少ないということですで。福島県民の方が積極的に福島県産を選んでいるというふうな現状があります。で あのこれ健康について気にしている層というのも減ってきていますけど、決してゼロになっているわけではなくって、福島県民の方がやっぱりあの健康気に放射性食品の放射性物質のことを気にしているって層は一定程度いますしまた、健康についても気にしているって層は全国と比べても若干多いつまり、知らないあの、ちゃんと理解をした上で福島県産を買っているという,ふうな現状があります。これは あの昔と比べて今でも変わっていませんけれどもその不安が薄らいだ人に理由を聞くともう基本的には福島県内でポイントになっているのは3つです。出荷が制限され、まあ、ほとんどないんですけれども,もう基準値を超えた品目は出荷が制限されているから放射性物質に関する検査が行われているので放射性物質は検出されなくなってきたので。つまり ちゃんと検査が行われて事実をきちんと分かった上でだからこそあえて検査されている福島県産を選んでいるっていうふうなことが福島県内の特徴として挙げられます。福島県内でよく聞くのはあの、まあ、申し訳ない話なんですけれどもあの隣の宮城や茨城だと検査全量全袋はしてなかったけれども福島県内の方が全量全袋検査をしているので福島県内の方が あの安全だっていうふうな言い方をする人は結構多くいらっしゃいましたで実際に福島県民では全量全プロ検査を知ってる人は全国と比べては倍近くいますあの直後は9割あの8割9割ぐらいいたんですけれどもだんだん減ってきてるところは問題かとは思いますけれどもあのそれでもやっぱり福島県外と比べると あの倍以上の人がちゃんと全量全プロ検査を認知しているというふうなことになります。また、ほぼ ND であることについても福島県外と比べて福島県民の理解は一定程度あるというふうなことになります、はい。で、この後で説明させていただきますが処理水の話をあの考える上でこの海外の認識っていうのも1個大きなポイントになります。あの例えば 韓国、台湾、中国がその食品についてあの輸入を拒否していたり、まあ、このオリンピックに関して、まあ、その前からなんですけれども、韓国は WHO に水産物の金融についてあの、日本が提訴していて、それについて事実上 WHO を敗訴したというふうな事例もあります。また、韓国がオリンピックで日本の食材を拒否するっていうふうなことも結構ニュースになりました。 ある意味、この風評被害っていうのがあの韓国でのニュースっていうのが逆輸入されているっていうのが今の,あの現状としてもあろうかと思います。で、これ、福島県産のものとか東日本産のものだけを取り上げて、この海外のことがそんな大きな問題なのかっていう方も多いんですけれども、あの農林水産物、この10年で輸出倍増しているんですね。 であのお米に関して言うとあのこの1年間で、ね、15%ぐらい増えてますつまりあのこの農産物の輸出っていうのがこの10年間またこの最近ですごく進んできているっていうのがあってやっぱりこの問題っていうのはあのの農産物だけじゃないです農林水産物ですねこの,あの輸出についての障壁になってるっていうのは 結構今後のことを考える上で非常に大きな問題になっているというふうに言えるのではないかなというふうに思います。でそれなぜかっていうふうにあの考えてみると結構答えは単純でして我々日本にいると福島原発事故の状況というか東日本の状況というのはまあなんだかんだ言っていろんな形で情報として入ってきて多くの人がある程度はもう復興してきたんだ、まあ、詳しくは知らないにしてもある程度は復興してきたんだってみんな知ってるんですよね。 で一方で、海外ではそういった情報は流れていないわけです。これは2017年の調査になりますけども、あのこれ、あの今、調査、これからやると、もう一回、この国際革の調査、これから私もやるところなんですが、放射性物質汚染が原因で人が住めなくなった、水が飲めなくなった、農畜産物が食べられなくなった、海で泳げなくなった、海産物が食べられなくなった、甲状腺がん患者が増加したっていうふうに、 海外で思ってる人たちが非常に多いんですよね。で、この例えば飲料水が不安だ、農産物は不安だ、海産物は不安だ、福島県に行きたくないっていう風な人の割合だけ取り上げてみて、これ、当時と事故直後と現在はどうでしたかっていう風な聞き方をすると、あんまり変わらないんですよね。<laughs> あの日本の場合は大幅に下がってます。つまり日本は 情報として上書きされているのでいろんな状況が分かってきているのでこれは2017年のデータですけれども不安感が大幅に下がってきています多分今やっっったらもとと下がっていると思いる思ますけれども海外では情報海外に向けた情報発信をあの国が積極的にしているわけでもないですし海外のメディアが福島県内の状況を積極的に取り上げているというふうな状況でもありません。 でまた海外のメディアとしてはあの、毎年3月11日前後に取り上げられるぐらいで、それもある意味、福島県内がこれぐらい回復していないというふうな状況がニュースとしてなされるだけで、あまりポジティブな情報っていうのは、海外に出ていかない状況っていうのがずっと続いています。この10年目の復興五輪、もしくはその10年目の3.11で、あの情報発信できる予定だったんですが、コロナでもほとんど情報発信できませんでした。 つまり、全く上書きがなされてないまま今の状況になっていると、つまり不安感が全然払拭されてない状況で今に至っているというのが現状としてあろうかと思いますで。特に韓国、中国でこの割合が非常に高い、東アジアで高いんですけれども、特に韓国、中国で非常に不安感が高いんですね。 でこれはあの必ずしも福島県だけではなくて東日本や日本全体の状況としても韓国や中国では不安感がある人が一定程度いるというふうな状況も忘れてはなりません。でなのであのこれは2017年段階の調査ではありますけれども。 日本産食品全体を避けているっていう人たちが多いわけです。これは決して福島だけの問題ではなくって、東日本日本の問題として考えるべき問題です。でなぜかっていうと、これ私端的なポイントだと思ってまして、日本ではあまり報道されてないんですが、東日本大震災の直後、海外ではどういうところがポイントだったかっていうと、特にアジア圏ですね。 韓国中国では自分たちの国まで放射性物質が飛散をしたんじゃないかと自分たちの国の近海の農産あ海産物まで汚染されているんじゃないかっていうのが海外の特に近隣諸国の関心事だったわけですこれはチェルノブイリの原子力発電所の事故後にドイツとかスウェーデンとかやっぱりヨーロッパでも東の方のあのチェルノブイリに近い 地域,の人地域の国は不安感が強くって遠い国の方が不安感が低いって同じ問題なんですね。つまり近隣国っていうのはやっぱり事故の影響を受けたんじゃないかっていうふうな不安感があります。で日本国内の場合にはある程度それなりに情報が出ていったわけですし、まあ、それでも当時2011年12年ぐらいっていうのはやっぱりいろんな情報を信じられないとか不安感が強くっていろんな混乱もありましたけれどもそれ以上に海外では。 そううういいいっったた情情報報発信ととかか正確なななのの提供というのはなされなかったわけですですので事故直後はその自分の国の農産物も不安ででこれ2017年段階ですけど2017年段階でも韓国中国の自分の国の飲料水農産物海産物なども放射性物質によって汚染されてるかもしれないと思って不安だっていう人は 一定程度いるっているるう,ふうな事実があるんですねつまりこれは結構ポイントで韓国中国台湾があの我々はやっぱりこの対アジアに対してのその外交上の問題っていうふうにあのよく政治的に捉える方はいるんですけれどもそのベースになってるのは2011年の3月11日の事故の状況から そこの三月十日の福島第一原子力発電所事故に対する理解が進んでなくって不安に思っている人が一定程度いるっていうこの状況が払拭されてないっていうのがベースにあるっていうのが非常に大きなポイントなんだろうというふうに思います。だから処理水の問題についてもこういった反発が起きてくるわけです。特に海外とは地続きではないんですけど海続きなわけです。なので。 一番このグラフを見てわかるかと思うんですけれども、海産物が不安だって人が多いんですよね、韓国でも中国でも海産物が不安だって人が多いんですよ。つまり、やっぱり魚は海遊してくる、まあ、魚は海遊してくるって言っても、あの福島沖のヒラメがあの韓国や中国まで海遊するってことはないにしても、やっぱり放射性物質が飛散したんではないか、また海,あの海産物っていうのは動くので、 そんなに国境で分かれているわけでもないから海産物については自分の国周辺の海産物まであ,のある程度リスクがあるんではないかって不安に思ってる人は一定程度いるってことですだから処理水の問題っていうのが海外にとっての関心事になってるっていうのも大きなポイントではありますあのこれは処理水の問題だけを解決すればいいわけではなくてですね あの福,島県福島原発事故に対する偏見というものが改善されていないというところに大きなポイントがあるかと思います。例えば鼻血を出す子どもが増えているとかダウン症気刑児が増えているとかがんの発症率が上昇しているとかもちろん2011年直後では多くの人が日本国内でも不安に思った現象かもしれませんけれども海外では多くの人がその誤解を持ったまま 2017年ある程度時間が経った以降も上書きされずにその偏見が改善されてないっていうような状況があるわけですつまり処理水の安全性だけを言えば済むだけの話ではなくって福島原発事故後の福島県内の復興の状況であったりその福島原発事故によって放射性物質どれだけ あの周辺が汚染され、それがどれぐらい改善されてきたのかという,ふうなことまでセットで情報発信していかないと、この問題解決されないという,ふうなことになります。海外でも国内と状況は似ていまして、放射性物質に関する検査が行われるようになってきたので、放射性物質,に関する放射性物質が検出されなくなってきたので、基準値を超えた品目は出荷が制限されているから。 つまり、不安感が低下した人に、なんで不安感が低下したんですかっていうふうに聞くと、ちゃんと検査が行われているとか、検出されなくなってきたのでっていうふうなデータを理解している人は、それなりに不安感が低下するっていうふうな現象が起こっています。つまり、海外でも国内でも、こういった心理現象っていうのは、共通しているっていうふうに言えるんだろうというふうに思っていますで。海外ですとあのもう一個 異なる要素もありまして、例えばお米に関して全量、全プロ検査が行われていることとか、各県が主導してサンプリングによるモニタリング検査を行っていることとか、こういったことになると、まあ、さすがに日本国内だと、これだけデータが積み上がってくると、データに対しての不信感というのはそんなになくなってくるわけです。あの事故直後というのはちゃんと政府や県が あの正しい情報を発出しているのかっていうのはごまかしてないかっていうのはやっぱりごまかしすり抜けとかそういうふうなところに対する不信感はあったりしてもある程度時間が経ってくればそういうふうな不安感というのはなくなってきます。けれれども海外からしてみれば 日本が全量全プロ検査を行っているというふうに言ったとしても、そんなことできるわけないだろうというふうに答えあのおっしゃる方、すごく多いんですね。私、海外のいろんな方々とこのお話をしても、そんな全量全プロ検査なんかできるわけがないだろうというふうに思っている方、結構多くいらっしゃいますあの。それはやってる、やらない、やってる、やってないというそこに信じているわけじゃなくて、そもそもお米を全部、全量を放射性物質検査を回すなんて、そんな。 大変なことをできるわけがないだろうっていうふうに思っているわけです。だからちゃんとここら辺を説明をしていくっていうのがどれだけ重要かっていうようなことかと思います。知っている知らないってことじゃなくて、聞いたけれども信じられないって人も海外では一定程度多いっていうふうなことになるかと思います。あの海外においては特にアジア圏では放射性物質に対する不安感を持つ人が多いこと、またそのあの。 ちゃんと海外に対してあの福島県と福島第一原子力発電所事故の状況についてあの誤解なく事実を伝えていくというふうなことが重要だろうというふうには思いますなじゃあ何が必要かといったらちゃんと測定して基準値下になっていてあの検査をしているというふうな事実を積極的に情報発信していくということが重要なんだろうというふうに思いますで実際に例えば全量全プロ検査にしても2019年度終わりましたあの 県内全域っていうのは終わりましたけれども、ある程度データが積み重なってきてますし、こういうふうなデータを情報発信していくっていうのは非常に重要なんだろうなというふうに思います。あの 事故直後のこういうふうな情報の出し方の時は政府を信用してくださいとか福島県を信用してくださいっていうふうな言い方になるかと思うんですけれどもデータが積み上がってくるとデータに対する信頼性っていうのはある程度生まれてくるものです。例えばコロナに関してもそうなんですけれども最初やっぱり陽性者数とかいろんな情報が出されていたとしてもやっぱりこう 都がある程度抑えて発表してるんじゃないかとかそういうふうな疑いの例い疑いの目を持って見られるっていうのはあの2020年の3月4月の頃っていうのはありましたけれどもある程度時間が経ってくるとた例えば月曜日は陽検査が少なくて陽性者数が少ないとかあの 金曜木曜日、金曜日は増えてくるとかそういったデータの見方っていうのもものすごく出てきます。つまりある程度時間が経ってくるとそのデータの数字自体に対する信頼性っていうのは上がってくるもんなんですよね。ここのののの福島原発事事故故のの放射性物質の検査だって事故直後は 本当にこれの検査結果が正しいのかどうかっていうの不安感は福島県民にとってもあったんですけれども、ある程度データが積み重なってくると、そのデータ自体に対する不信感というのはほとんどなくなってきたわけです。これをちゃんと事実としてきちんと伝えていくことっていうのは非常に重要なんだろうなというふうには思います。 あと、重要なのはリスクコミュニケーションとこの風評被害との区別することです。あのこのリスクについて正しい認識をすれば、風評被害は解決するのは、これは当たり前の話です。それがうまくいかないから問題になってきてるんですし、この風評被害というのは経済被害として、また社会に起こる問題として、きちんとこれをどういうふうに解決すべきのなのかっていうのを考えなければいけないんだろうというふうには思います。 例えば、我々広報対策についても調べているんですけれども、あの全量、全プロ検査や検査体制とかシールっていうのは、ものすごく、検査済証のシールっていうのは、ものすごく信頼感があるんですね。けれども キャラクターですとか、おいしいですとか、芸能人が言ってアピールするっていうのは効果が低いっていうのもある程度、あの結果としては出ています。つまり、これ、両方組み合わせないといけないということです。必ず決してあの、それが悪いっていうふうなことではなくって、両方組み合わせていかなければいけないっていうふうなことなんで、ただ単においしいとか、安全ですってことだけをアピールしていけばいいわけではなくてあの、ちゃんと検査結果、検査体制っていうのもちゃんときちんとアピールしていかなければいけないっていうことも考えなければいけないんだろうというふうに思います。 あと時間が経ってきて県内と県外が大きく、あのー、認識が分かれているっていうふうなこともありますので福島県内の人と県外の人に向けてのメッセージっていうのを分けて考えていくっていうのも重要です。また時間が経過してきてからあの先ほど業務用の、あのー、利用が増えてきてるっていうふうな話もしましたけれども多くの人が不安に思って物を買わないっていうふうな段階から流通段階の 流通段階の買い叩きなどのの問題ががやっっぱりりあるる程度見られているっていいうのがわかります、まあ、買い叩きっていうのからある程度時間が経ってくるともうそもそも福島県内を納入していないのが常態化してくるわけです。それがノーマルになってくるともう福島県内のものを積極的に納入しようっていうふうな感じにはなってきていないっていうのが流通の状況としてはあります。 またそのこの、必ずも買いたたきではなくってこれ、災害後には必ず起こるものでして、例えば阪神・淡路大震災後の長田のケミカルシューズですとか神戸港の地位の低下とか灘の青春の,あの数量の減少とかそういうふうな災害後の,流通あの災害後時間が経ってしまうとやっぱり流通量の変化というのは必ず起きてくるものです。 福島県の,この風評の問題っていうのは大きくその福島県の農林水産物の流通について大きなインパクトを与えてしまったっていうふうな現状があるっていうふうなことですこの検査体制検査結果っていう事実をきちんと伝えていくこととこの周知率を上げていくことっていうのはやっぱり未まだ大きな課題なんだろうなっていうふうには思いますでまたこの2020年の,あの3月以降に広まっている本格的に広まっているこの新型コロナウイルスっていうのは あの福島県の農林水産物、特に米とか牛肉が、業務用を中心として展開している復興を遂げてきたというふうなバランスの悪い戻し方をしてきたというのが、一個大きな課題になっています。ですので、あの新型コロナウイルス感染症に伴って、外食がものすごく落ち込んでて、一次産業について、ものすごくダメージが出ています、そこに、もろに響いてきてしまったと。 で市場順位が落ちている福島県内の米と牛肉っていうのがやっぱり一番ダブついてしまったっていうのが一すつまりこれはコロナの影響だけではなくって震災後に適切に回復していなかったことがコロナのインパクトを一番大きく受けることになってしまったっていうふうな現状を生んでいるわけです。 ここはやっぱりあの必ずしも切り離して考えるのではなくてその震災後の復興が完全にしきれてない状況というのをある意味踏まえてかあの理解する必要があるのかなというふうには思います。この10年目の風評被害の課題としては農業面では流通構造が変化してしまったこと新たな市場の開拓ですとか棚の取り戻しまたバランスを取ったあの回復をしていくことというのが一個重要なんだろうなというふうには思います。 で漁業の問題、ちょっとお話し,しますけれども、例えば観光の問題にしても、やっぱりこれもコロナ禍で観光が縮小しているというのが大きなダメージを与えています。あの東日本大震災の後に、福島県で一番問題になったのは、会津とかいわきのたりを中心とする団体旅行客の減少です。あのやっぱり放射性物質についてきて、放射性物質に関してあの大丈夫だと思う人もいれば不安に思う人もいて、そういうふうな親が一人でもいると、 不安に思う親が一人でもいるとやっぱり団体旅行ってできないんですね。なので結果としてあの団体旅行客が減少してしまったっていうふうな現象があの福島県ではあってそれが回復しきれないまま今の現状を迎えてしまっているっていうことがあります。でコロナも同じです。団体旅行とかそういうのが難しいっていうのは今いろんな各地で起こっているふうな現状かと思います。 でこういったことがあの10年目でさらに再びあの二重の足かせとして問題になっているというふうな現象があろうかと思います。えっと、ちょっと時間過ぎておりますが簡単にあかあやめたうがいいですか簡単にあの今、問題となっている処理水の問題についてもお話をさせていただきたいというふうふに思います。あの もともと今、アルプス処理水というふうな言い方をしてますけれども、あの福島第一原子力発電所事故以降といいますか、あの、まあのまう通った水、コンタミネイティッドウォーターをアルプスで処理して、一度汚染された水を処理して、それをどう処分するかっていうのが今、問題になっています。なんでこれ 海外のニュースとかだとあのトリーテッドウォーターっていう言い方確か東京電力はしてたかと思いますけれども海外のニュースだとコンタミネイテッドウォーターっていう言い方コンタミネイテッドウォータートリートメントっていうふうな言い方をしてるかと思います。あの多分この処理水っていう言い方が処理水か汚染水かみたいな言い方が最近こうネット上やさまざまなあの日本のニュースでも流れることが多くて。 2018年以降は多く処理水というふうな言い方に統一されてくるようになりましたけれどももともとは汚染水対策というふうな経済産業省の枠組みの中で汚染水対策処理というのが問題になってきたというのがポイントになります。でこれ東京電力の,あの処理水ポータルサイトというのがあるんですけれども当初の処理水ポータルサイトの画像というのは下なんですね。多種除去設備等 の処理水ってて書いてありますで、あのー、その後省委員会の公聴会とか省委員会の議論とかいろいろありまして今の,ああの東京電力の,あのポータルサイトの表示は上になります非常に注意書きが多いんですけれどもアルプス処理水31%処理途上水69%っていうになっていて要は国事のど 以下のものにななってないあのもう一度処理する必要がある水というのがつまり処理水ではなくて処理途上の水処理しきれてない水というのが3分の2程度あるというのがあの今の現状なわけです。でこれを処理して放出するだから処理水のことが問題になっているというふうなのが今の状況なわけです。 らここら辺もやっぱり説明責任としてきちんとここら辺を説明しきれていれば処理水の問題として議論してもよかったんだとは思うんですけれどもまだ処理途上の水があるっていうのが今の現状でしてだからこういったことが途中途中で出てきてるからいろんな不信感につながっているっていうのもあるんだと思います。つまりりこののの水処理の問題アルププススをを通通ししてて取り切れなかった60のあのプロセスを通して 最後水と蘇生がほとんど一緒であるあのトリチウムだけが取りきれないで残るまた他の各種も微量ではあるが残っているつまり海外にとってはあのトリチウムの水だけではなくって海外にとってはそういった除去をしたかもしれないけどいまだ少しそれぞれの各種が残っているトリチウムが主体の水っていうふうな認識になっているかと思います。 でこの10年間で海産物についてはあのーまあ、安全なのは確認されてくるようになったわけですけれどもこの10年間で地元の漁業者は地下水バイパスの問題とかサブドレンの問題とかさまざまな問題を経験してきましたでこの地下水バイパスの放出とかサブドレンの,あの放出の問題とかのたびにあの漁価が下がったり取引が1回止まるっていうふうなことも何回も問題になってきたわけですだからこそ,だからこそ この処理水の問題に簡単に地元の漁業者が同意していないっていうふうな現状もあの理解をする必要があるんだと思います。えっと、もちろんその廃炉というか事故炉を通していないというか通常炉でトリチウムが放出されているっていうのは世界各地であの実証というか実態がありますけれども。 ジクロのトリチウムの水を放出しているっていうのはチェルノブイリだけになります。あのスリーマイルはあの水蒸気放出になります。でこのトリチウムについてあのこのトリチウムを処理水についてあのアンケート調査をしたらやっぱりこう福島県内の漁業者や福島県内にとってはやっぱりこの処理水の問題とかまあ汚染水の処理の問題とか風評被害の問題が今現状としては一番大きな関心事になっていると。 つまりこれが復興の一番一丁目一番地になっているというふうに言っても過言ではないような状態になってきているのは事実かと思います。で、このどのように処分したらいいと思いますかというふうな聞き方をしてもわからないという人が大半です。つまりこの問題すごく難しくって、なかなかどのように判断をしたらいいのかわからないというのがいまだ大きな現状としてはあります。ただ、 今、あの最新の調査、2021の調査だと賛成というのも少し増えてきているんですが、賛成と反対分からないと聞くと、反対分からない人が、反対分からないと答える人が多いというのも未だ現状かと思います。ちょっとここは飛ばさせていただきたいというふうに思います。えっと、これ、一個大きなポイントとしては、福島県産の,あの海産物について購入したくないという人は、今のところあの2割。 ですこれは県県内でも県外でもも外あままりり変わりませんで農産普通に流通している農産物の場合があの1パリ以下のを考えるとやはり国内においても海産物について不安価が高いというふうな現状はあの認識しておかなければいけません。でもっとポイントなのは漁業の流通業者としてあの福島県産の海産物について購入したくないと思っている人の割合これで聞いてみると。 あの漁業者の人の見立てとしては、半分以上なんじゃないかっていうふうに言ってる漁業者の人が非常に多いんですね。だから、仕入れ業者で福島県産の海産物について購入したくないと思っている人の割合として聞いてみると、まあ、ほとんどだと、つまり流通業者の間では、福島県産の海産物は扱いにくい商品っていうふうになっているっていうのは、未だ現状としてはあるかと思います。 で実際に仮に放出された場合にはあの影響は大きいというふうに考えている人は多いですしあのもちろん安全性に問題ない状態になって処理されるという前提であの海洋放出された場合あの仕入れようと思いますかと聞くとあの漁業関係者に聞くと仕入れたくないというふうに答えている人も多いというのが現状です。実際の消費動向としても仮に放出された場合 あの買いたいですか買いたくないですかっていうふうに聞くと3割の人が購入したくないっていうふうに答えてますつまり2割から1割上がるわけです1割しか拒否層増えないからいいやっていうふうに見る見方もできるかと思うんですけれどもこの3割っていうのは2011年の消費動向ですつまり見方を変えれば2011年頃の不安を持った 多くの人が不安を持って福島県産に拒否をしていた状況に戻るっていうふうな言い方もできるかと思います。これははっきり言って処理2年後の処理水の放出が行われたとして、その時にどういうふうな状況になるかというのは分かりません。あそれまできちんと情報が伝わって、ある程度冷静な判断ができるようになっていれば、そういった経済被害は起こらないかもしれませんし、そうじゃなくてやっぱり起こるかもしれません。わからない、わからないから地元の漁業者の方々は。 不安に思っているっていうふうなことかと思いますあのこの私処理水の問題さまざまな小委員会とかいろんなところの議論出てて一番大きな課題は技術論にあの特化してしまって議論をしてたことが多かったんだろうなとこれが大きな課題だったんだろうなというふうに思いますつまりトリチウムの問題トリチウムはあのある意味あのまあその海産物にたまることもないしあの セシウムと比べて、他の各種と比べても水と組生が一緒だから、あの基本的に食品に関してはあの問題ないとで、水処理するのは安全だから問題ないですというふうな言い方で終始してきた、つまり技術的な問題に終始をしようとして、これ、さまざまな問題があるんですね。今説明してきた中で例えばあの 法律の問題も議論してきましたし例えば経済の問題もありますしあと対アジア圏の関係っていうふうな問題もあります世論とか風評の問題もありますつまりこの処理水の問題っていうのは関しても科学技術で解決できる問題というか安全性をきちんと理解してもらえば解決できる問題ではなくってさまざまな社会科学的な問題というかあのー、サイエンス以外の 議論をするポイントっていうのは非常に多いわけです。ここのところはある意味処理。あの、本当はトリチウムタスクフォースで終わっていたところを処理水の小委員会でも引きずってしまって、結局あの本格的なあの。どうやって処理をするかとか、どうやってこの経済対策を行っていくかみたいなところの議論ができなかったことが一番。ここまで問題としてこじらせして,てしまった。大きな要因かなというふうには思っています。あの、政府の対策はいろいろありますけれども。あの？ 結果的には今までやっていることの,あの延長線上のものが多いですしあときちんとした情報発信がなされるかどうかまた東京電力があのきちんとそういうふうに対応してくれるのかどうかある意味 あの処理水の問題とか処理水の安全性の問題っていうかそれを行う実施主体としての東京電力が信頼できるかっていう風な東京電力そのものの問題になってきているっていう風な言い方も私はできるんではないかなというふうに思います。こういった複雑な問題が絡んでるっていうのが今の処理水の問題として言えてある意味風評以外にプラスアルファのところでいろんな要素が絡んできているんだろうというふうには思います。 あのある意味リスクこめ水ならではの風評問題もあるっていうふうなことです。今後も処理期間やいつ処分をするかという時期の問題もありますし、総量や濃度っていう一番大きなあの多くの風評に影響を与えるであろう大きなポイントっていうのもまだ決まってないんだろうというふうには思います。ここら辺をどうするのかっていうのはあの大きな課題ではないかなというふうに思ってます。すいません伸びてしまいました。以上で終わりたいと思います。 はい関谷さんどうもありがとうございました。非常にあのたつにわたるお話をいただき、なかなか難しいということがよく分かりました。それでは質疑応答に移ります。あのオンラインの質問を、えっと、もう一度説明します。あのご自身で説あの質問なされたい方は、手上げボタンを押してください。あと、あのテキストへのご質問は Q&A のところに書いてください、えっと。会場からの方は挙手をお願いします。それではいかがでしょうか。 じゃあまず会場の安藤さんお願いします。日本経済新聞の安藤と申します。ありがとうございます。あのえっと二つあるんですけども、一つはあの前々から気になっていることで、その風評被害、まあ、特にその事故から数年ぐらい経った頃からまだそのレベルは。 るるると検出されもものもある完全になくなってはいない中でやっぱりその気にする人はいっぱいいるんですけどもあまりそれを口に出すと福島の人たちの心情は分かっていないのかとあまりそれを言うのはそのよくないのではないかと一種の,そのタブー視するようなところがあったと思うんですよね。でそういうその分かってない人たちを教育しなきゃいかんみたいな雰囲気があって。 そ,のそういうふうに気にする人が悪いと、気にする人があの福島の人の気持ちを分かってないからいけないんだというようなことがあって、なんとなくそれで、その気にしてた人たちはもう、そこで、えー、どうしていいか分かんなくなって、固まっちゃっても、福島のものから離れていってしまったんではないかという、なんかそういうことがしばらく経った頃にあって、でもそのまんま動かない。 ようなことでこう、まあ、いわゆる風評被害っていうのをう長引いてるんではないかと思うんですけどもそういう要素が本当にあるのかどうかということが一つとそれからもう一つは処理水の海洋放出に関連してあの先生もおっしゃってるようにすで、まあ、にその方法はもう決まってしまったわけですけども一方で、えー、と社会的なその合意形成とかステークホルダーが決めるとか そういうことは置き去りにされてるわけで、でも。その前へ進まなきゃいけないっていう、そうすると今から何ができるのかっていうことを。ちょっと具体的にもし、誰も教えていただきたい,と思い。はい、えっと、まず一つ目ですけれども。まあ、一番難しいというか、いろんな考え方があるのはわかりますが。えっと、私は、あの消費選択の自由というのはある。 と思いますですので不安に思う人は買わないっていうのは、まあ、やむを得ないとは思います。ただやむを得ないからといって他の人にその不安をぶつけたり他の人にそういったことを広げて、まあ、共感を得ようというんですかねあの要はその福島県産が危ないっていうのを情報発信し続けるっていうのは私はそれは あってははなななならいいいいんじゃないかなとううふうには思いますあのこれはワクチンとかと同じだと思っておりまして要は個人が打たないっていうのは自由なんでしょうけれどもそれ,にそれをこう周りの人に広めていくっていうのはまた違う要素になってくるわけですあの。あくまでも自分の考えとやっぱりそれを発信することによって社会に影響を与えるっていうふうなことは少し分けた方がいいんではないかなというふうには私は思っております。 えっと、次の、まあ、合意形成方法が決まってしまってこれからどうするかというふうなところなんですけれども私思うのは説明をし尽くすってことがまず第一なんだろうというふうには思いますあの私は思うんですけど地元の漁業者の人絶対多分納得できませんできないと思いますけれども少なくとも説明をし尽くす私はここが足りてないんだろうというふうには思います あの例えあの反対をする人がいる拒否する人がいるからといってやっぱりこう、まあ、例えば、まあ、直接対面をするとやっぱり怒号やそういうのを浴びせられるからコミュニケーションの場を取らないとそういうことではなくってやっぱりきちんと意見を聞いていくそういう書面ではなくてちゃんと声として聞いていくそういう努力っていうのはやっぱ足りてないんだろうなというふうには思います。あのこの2020年になって ってなされたご意見を聞く場にしてもそうですけれども、あの関係者を呼んで聞くっていうふうな形で終わりました。でどちらかというと一般住民というか漁業者の生の声っていうのは聞く機会がないままあのまあ、決定に立ったというふうに言えるんじゃないかなというふうには思います。もちろん納得してもらえないからっていうそういう政府の考え方もわからないではないんですけれども。 まずはそれでも説明し尽くすってことが足りてないのは否めないなというふうには思います。あともう一点としてはあの、えっと、最後から2つ目のスライドになると思うんですけれども、さっきも一番最後の方でお話しさせていただきましたが、できることっていうのは限られてるから、もうできることだったらもうやってるはずなんですよね、風評対策として。でこれからできるのは その風評対策だったとしたらそれを拡充していくことですしあと例えば東京電力の賠償をしっかりさせるとか基金を作るっていうふうにあの政府の方針として今回出されたわけですけれども賠償をしっかりされているってそこに何で多くの人が不信を持っているのかって言ったらやっぱり賠償の縮小っていうのが今この数年間で問題になってきてる現状があるから。 ちゃんと賠償がなされるのかっていうのが不安なんだと思いますしあと例えばこれ今福島県内の漁業が中心ではありますけれどもこれが福島県外の漁業に影響を与えるようなことになったらその賠償の対象っていうのをどういうふうに広げていくのかっていうのは説明されてないんですよね。ちちゃんときちんとととときそううういいいいっった不安に向かい合っていくとかててくく説明をしていくっていうふうなことが もっと必要でそこら辺がないからあのないままに生きてるのが今一番大きな課題なんだろうなというふうには思います納得はできないと私は思いますけどちゃんと説明をして情報発信をするっていうことがせめてもの重要なポイントなんではないかなというふうに思います。ただまあこれ期期限があっっってて始ままちゃう時期も決まってるので、はい、そのでそ間に やらないといけないわけです、ね。そう、はい、とは思います。はい、はい、ありがとうございます。えっと、オンラインでもですね、いくつか質問が来ておりますので、えっと、そちらにも。いきたいと思います。えっと、あ朝日新聞の青木さん、お手が上がってますが。えー、お声で。はい、ありがとうございます。先生、今日はありがとうございました。えっとせ、あの、時間がないということで、多分省かれたと思うんですけれども。パワポの中で処理水罰。 ア,プスアルプス処理水三角汚染された水丸とあった部分があるんですけれども、この表記の意味について教えていただきたいのと、多分これ、政府が放出しようとしている水は何て呼んだらいいのかというお話だと思うんですけれども、先生自身はこの水はどのような表記が正しいとお考えでしょうかということを英訳も含めて教えていただきたいのが1点目、ごめんなさい、あと2点あります。あの風評被害の英訳というのはどのような表記、先生のおっしゃったようでと、英訳はどのような表記 表記が正しいということになるのか教えていただきたいというのと、あと、風評課外という言葉があのちょこちょこ出てきているんですけれども、この言葉についてどのような英訳になるのかということをお考えになられているかということと、この言葉についてのお考えについて教えていただけないでしょうか。はい、あのすいません。あの一番最初のど,、はい、どこのスライドのことでしょうか。後ろから えーっと五枚目ですかね。アルプスで処理を行った処理水というタイトルの。ああはい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 。はい、かりました。えっと,えっとコンタミネイテッドウォーターっていうのが多分もともとの汚染水の意味だと思います。汚染され 手入る水じゃなくて、過去に汚染されたことのある水なので、はい、海外のニュースでも表記としては、コンタミネイティッドウォーターという言い方が一般的なんじゃないかなとは思いますなるほどなので、私はコンタミネイティッドウォーターで問題ないんではないかなというふうに思いますなんか NHK さん、表記変えてましたよね、はい、NHK さんが表記変えてたんですけど、ごめんなさい、これ、これ後で情報を送ります、すみません。はい ああのだから国内のメディアで処理水っていうふうな言い方をされてるのは当然承知しておりますがあの、まあ、放出するとしたら処理水にして放出するので汚染水対策として汚染されたものを処理をして処理水をどう放出するかが問題になってて最後処理水を放出した場合の影響が考えられているので。 あのまあ、処理水問題といったとしても汚染水問題といったとしても、まあ、その一連の問題を指しているんですからそれは、まあ、表記の仕方かなというふうには思います先ほど指摘させていただいたのは、まあ、汚染水経済産業省のこれを行っている組織も汚染水対策官なわけですよ、はい、であのあも,もちろんご存知だと思いますけれども 汚染水対策の一環として処理水にしてこの処理水を放出するっていうふうなこの問題を汚染水っていうからおかしいとか処理水っていうから正しいんだとかそういうふうな問題は私は少し違うんではないかなきちんとその問題としてあの理解をすればあのよろしいんではないかなというふうに思っています。はい、で、えっと、2つ目ですが。 あ,あ風評被害の英訳ですね、はい、あの最初確か JCO の臨界事故があの海外で取り上げられた時にちょっと思い出せないですけど一番最初に私が見た表記ってイメージコンタミネーションという表記だったんですよねあの要はイメージが汚染されているっていうふうな、ん、になっていて。 あなるほどなぁと思ったんですけれどもけれどもあの福島第一原子力発電所事故以降はレピテーションナルダメージですかあの要は評判による経済被害みたいな言い方があの一番多いかなというふうには思っております。レピテーショナルダメージとかレピテーションダメージで多分通じるので私もよく最近はそれを使っています。はい でただ、なかなかこの風評被害とかそういう表現っていうのは海外であの事例となってる例っていうのはそんなに多くなくてですねあの社会あの、リスク研究の分野であのソーシャルアンプリフィケーションリスクっていうあの研究があるんですが、そういう、あの リスクの社会的増幅っていうふうな言い方があるんですけど、そういうふうな表記が言い方があるんですけれども、風評被害そのものを言葉として定義しているって事例はそんなに事例としてはないかと思います。どちらかというとこの1 9先ほど説明した50年代から80年代ぐらいまで日本の原子力は原子力は安全で事故は起こさないもんだっていうふうな 言い方と、もしもそういったトラブルがあったとしても、安全なんだから風評にすぎませんっていう言い方の中から出てきた言葉が風評被害だと思うので、もともとは日本ならではの言葉なんだろうなというふうに私は思ってます。うんうん、だから翻訳するのがすごく難しいんだろうなと、ね。海外の人に言われるんでしょ、わかりました、はい。なんで、海外だと別にそんな事故が起こって、経済被害があったんだから、あの風評だろうが実害だろうが、そんな経済被害でしょということで終わりなんだろうと思います。なるほど、はい で3番目の、風私いや、どう訳すかというよりは、私は風評加害っていう言葉は好きじゃないというか、あのあの先ほど一番最初に説明してきましたように、風評被害っていうのは、もともと経済被害が起こっているんだと、もうすでに。 なので、ちゃんとそれを賠償してこれを原子力の被害として賠償してもらわないと困るっていうふうに訴えるところから始まっているのが風評被害なんですよねだから加害者がいるかどうかではなくてもともと加害者というかその事故の要因というかその経済被害の要因っていうのはまずは原子力発電所の事故だったら原子力発電所の事故にあるものなんですよ。はい、でその 東日本大震災とか JCO の臨海事故の前の段階ではあの放射性物質の大量の放出というのはないので確かに消費者が引き起こしたものというふうな言い方もできるかもしれません、はい、けれども少なくとも東日本大震災は東京電力が引き起こした事故なわけで東京電力が加害者であることに間違いはないわけですなので私は風評加害という言い方は少し違うかなというふうには思いますありがとうございました。 えとあと,、えー、と、ネットでですね書き込みありましたので、私読み上げます、はいえと、読売新聞の増光さんからの質問です。海産物も非破壊検査を、まあ、全量ではなくてもですね、できるだけ進め、データが積み重なれば、いずれ安心感は高まっていくとお考えでしょうかはい、あのーまあ、今もスクリーング、ある程度はやってるんですけれども、お米と違って海産物っていうのは、いかに鮮度よく、 あの流通に流すかっていうふうなことがポイントになりますのであの普通の生鮮野菜と同じようにあの全量を全部スクリーニングするっていうのが現実的に難しいっていうのが一個ポイントなんだろうというふうには思いますただやはりあのモニタリングである程度あのもう放射性物質の汚染はなくなってきているっていうのはあの結果としデータの結果として見えてきているところもあるので。 あのそういったところからの安心感というのは、もう今ではある程度得られているのかなというふうには思います。だからこれがトリチウムのあ処理水の放出っていうふうになった場合に、どういうふうな状況になるかっていうのは、そ,そもそもトリチウムはあの検査に時間かかるわけです、あの微量になればなるほどやっぱり時間かかるわけですから、そこら辺はすごく難しいんだろうなというふうには思いますはいありがとうございます。会場他によろししいでしょうか はいえー、とでは、えー、とネットの方もえっ、ー、もこれで質問が終わりましたので、ちょっと一つだけ私からよろしいですか、先ほどですね、えーとまあ、ちょっと軽い質問なんですけれども、なかなかそのなん、えー、とキャラクターとかですね芸能人が使ったらあまり効果が薄いということで。 じゃあ、丁寧にですねサイエンスとして説明していけばいいかというとサイエンスだけでもなかなかか解決できないといじゃあ、どうすればいいのかってなかなか難しいところであるしかつ、ですね、まあ、そういった情報を我々がこう提供するそのまあ風評じゃないにしても情報が増えてしまえばですねその情報が増えることによってまさその被害が被害というかですね印象が強まってしまうということもあると思うんですが、まあ、ちょっとなかなか抽象的で申し訳ないんですがじゃあど、どのようなものをですね例えば 政府なり自治体なりがですね、提供していけばいいかというのは、やっぱりそのかあの科学に基づくデータっていうのをしっかり積み重ねていくっていうのがいいんでしょうかね、それがなかなか伝わらないっていうところも、なかなか難しいところであるんですけれど。あの、まあ、この東日本大震災から10年間で、その放射性物質に関するリテラシーというか、ちゃんとリスクに関するリテラシーを、 どれだけ上げていくか放射線に関する知識をどれだけ伝えていくかが重要だという,う言い方ももちろんなされてきました。で、一方であのそれと相反するというか、もうおいしいと、つまりその福島県産の,あのものの良さ、そこを売っていくっていうふうなことが重要だと、そこを注力していくっていうふうな考え方も生まれてきました。けれども、一方で私思うのは、あのやっぱりこれは、 原子力事故による放射性物質による汚染が原因となっている被害であるってことに立ち戻ることっていうのがまずそこからスタートするっていうのがやっぱり一番重要なんだと思っています。でやっぱりその不安感を払拭するっていうのはあの事故直後はいろんな考え方があったと思うんですけど今となっては少なくともやっぱり検査をしても ND というかもう。 不検出というかもう出てこなくなっているレベルまで低いんだっていうふうなところが安心感になってるっていうのはもう間違いなく事実としてあると思いますしそれがやっぱり福島県内の,あのデータとして一番強みとしてあるのはそれがデータとして10年間蓄積されてきてるっていうふうなことが一番大きいんだろうというふうには思います。ななののででデータって言ってててて言いるのはは難しし意味ではなくてちゃんと検査をして あの問題なく安全になってきてるんだよっていうことをちゃんと伝えるっていうよなことです。あの例えば我々あの、まあ、どうしてもコロナの話題が一応分かりやすいのでそういうふうに言い方になってしまいますけれどもあの政府が出す情報とか都道府県が出す情報っていうのは、まあ、いろんな見方をしますあ,のある意味意図を持った見方として見ますけれども少なくとも1年半ぐらいこの状況が過ぎて その日の陽性者数とかその日の死亡者数とかそういったデータについてこれは隠しているとかこれはよそうそだってさすがにもう1年半経ったら言わなくなってきたわけですよね、うん、ある程度時間が経てばそのデータの蓄積っていうのはそれなりの重みを持ってくるもんだと思いますでそれをきちんと理解をするっていうのがやっぱ科学的な合理的な態度なんだろうなというふうには思います、うん、それをやっぱりちゃんとと伝えていくこと 放射線のことを分かってもこれぐらいだったら問題ないから安心してくださいっていうふうな言い方じゃなくって少なくとも福島原発事故においてはもう放射性物質 ND10、まあ、ベクレル以上のものは農産物からほとんど出ることはもうないですっていうふうなことははっきり言えますしあと出てくるものもキノコとかあと。 えっと野生の動物とか、そういったあの特殊なものしか出ていませんので、ある程度、はっきり言えるようになってきたそれが福島県内とは分かってるから問題ない、福島県外の人はそこが分からないから、やっぱりある程度不安感が出てくると、でちゃんとそこをデータとしてこう積み重なってきてるんだということをいかにうまく伝えていくかというのが、私はやっぱりポイントなんだろう、うん、ではないかなというふうには思ってます。うんまあ、速攻ととととといいいいうううよりりりもきちんと積み重なししていくというこにままますねああがとうございました えっとそれでは関谷さんに書いていただいた記号を紹介したいとお見せしたいと思います。これでよろしいでしょうか。見えますはい。あの非常にメッセージが明確でありますが、一言よろしいですか。ああこれについて一言よろしいですか。あはい。あの、まあ、何を復興とするかは難しいとは思いますけれども、うん。あの まだやっぱり福島原発事故から回復しきれてもいませんし、岩手、宮城も含めて、やっぱりまだ復興半ばってところは多いと思います。あのコロナでさまざまな課題が直面してますけれども、やっぱり前を向いて、あの頑張っていければと思います、はい、やっぱりあの現場で調査を続けられた方ならではの言葉だと思います。どううもあの今日は長時間たるお話ありがとうございました じゃ、あの、これで終わりにいたします。関谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。